今回はこちらの100円ショップで売られている血のりとクリアチップを使ってハロウィンにぴったりな結構リアルに怖いネイルを作っていきたいと思います。それではどうぞ。ではまずはじめにチップに乳白色のジェルを塗っていきます。こちらジェルがない場合はマニキュアでも大丈夫です。ではこちらを一旦トップジェルで仕上げていきます。マニキュアの場合トップコートで仕上げていきます。ではこちらを適当な形に切っていきます。ではこちらの切った面に赤のジェルを塗っていきます。赤のポリッシュでも大丈夫です。では地爪にベースジェルを塗っていきます。ではトップジェルを塗ってその上にパーツを乗せていきます。マニキュアの場合トップコートを塗ってトップコートを接着代わりにしてパーツを乗せていきます。こんな感じになりました。こちらを他の爪もつけるとこうなります。こんな感じになりました。中指と小指は赤いジェルを塗ってます。ではこちらにこの血のりをつけていきたいと思います。こちら結構サラサラしているので下に垂れないように気をつけてつけていきます。
残念ながらこの後血のりを調子に乗ってつけすぎてしまって、ちょっとリアルに怖い恐怖映像になってしまったので、画像はここまでになってしまいました。皆さんもぜひハロウィンネイル試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。